ディベート。ディベート、ディベートとは、ある公的な主題について異なる立場に分かれ議論する、ことを言う、講義のディベート。討論、会とも呼ばれている。ディベートは、厳密には、ディスカッション、ディスカッションや単なる議論とは異なるものであるが、一般にはこれらの区別なく、ディベートないし、討論と呼ばれることが多い、最高議のディート。この語法はすでに定着している部分もあるが、 誤った使い方であるとの見方も根強い。様々な教育目的のために行われる、教育ディベート、エデュケーショナルディベートが、単にディベートと呼ばれることもある。競技のディベート。特に、教育ディベート関係者の間では、ディベートといえば、通常は教育ディベートを指す。教育ディベートでは、その多くが、説得力を競い合う、競技の形で行われる。 競技として行われるディベートを競技ディベート、コンペティティブディベートという、最競技のディベート。多くの異なったスタイルがあり、目的に応じて選択される。以下では、特に断りのない限り、講義のディベートをディベートと呼ぶ。議論、討論の技術の講師としては、古代ギリシアにおいて、ソフィストたちによって教授されていた、弁論術、レートリ系や、論争術、エリスティ系、 ソクラテスやプラトンのような哲学者たちによって担われていた問答法、弁償法、弁償術等を挙げることができる。これらは後にアリストテレスによってオルガノミや弁論術のような著作を通してまとめられ、古代ローマのキケロ等へと伝えられ、西洋における技術の一つとして定着、継承されていた。古代インドにおいても討論の伝統はあった。それは、 王が宮廷にバラモンたちを集め、牛などの商品をかけて、公開討論会を行うもので、ウパニシャットに描かれている、ジャナカオとヤージュやバルキア等の話は特に有名である。こうした伝統は、後にニアーヤ学派によってまとめられ、インド論理学を生み出した。仏教も、また、特に中間派、有意識派を通して、陰苗として、その伝統を引き継いでいる。 ディベートとは、ある公的な主題について異なる立場に分かれ議論する、ことを言う。この定義から、ディベートは、以下の二つの要素を持つ議論であるということが分かる。ディベートの多くは、現実社会に何らかの影響を与えることを、目的として行われる、実質的意味でのディベート。政治の分野における典型的な例としては、米国での大統領候補討論会。 日本や英国での党首討論がある。また、司法の分野における裁判も、抗議のディベートに含まれるなわけありません。他方、現実社会への影響を難題とせず、行われるディベートも多い、形式的意味でのディベート。その典型的な例として教育ディベートが挙げられる。そのようなディベートは、古くは古代ギリシアの時代に見られる。 代表的なソフィストであるプロタゴラスがアテネでディベートの技術を教えていたという事実は示唆に富む。またアリストテレスはディベートを含む議論全般を体系づけ、その成果である論理学や修字学が現代に至るまで広い分野に大きな影響を与え続けている。ディスカッションとディベートとは意見対立の有無という点で異なる。ディスカッションとは ある公的な主題について議論することを言うが、それに加えて、ディベートでは、当事者間の意見体が前提とされる。例えば、ある公的なテーマについての単なる意見交換は、ディスカッションとしてならば成立する余地があるが、ディベートとしては成立しない。この規決として、意見対立を何らかの形で解消する必要がある。場合には、ディベートでは、第三者に、ディスカッションでは、当事者に、 その役割が期待されることとなる。なお、単なる議論では、通常、主題の特定は必要ないし、それが公的なものである必要もない。また、意見の対立が前提されない議論を、議論と呼びうる。以上のことから、ディベートは、ディスカッションの一種であり、議論の一種でもあるとも言える。他方、ディベートとは言えないディスカッションや議論もありうることになる。 ディベートでないものとして、公論、奇弁が挙げられることがある。このような議論は、ディベートが、公論の技術ないし、相手をやり込める技術を教えるものであり、奇弁か、ソフィトを作るものだなどといった批判への反論という、形で現れる。そこでは、理性的ないし論理的な議論のみがディベートとされ、ディベートに対する批判は、ディベートについての誤解にぎないとされるのである。しかし、 このようなディベートの定義は、望ましい議論のあり方についての論点の先取りを含むもので妥当とは言えない。ある議論が、ディベートであるか否かという事実的評価と、ディベートとして、望ましいか否かという規範的評価は全く別の問題である。にもかかわらず、このような定義が提示され続ける背景には、教育ディベートに対する批判があるものと考えられる。なお、 教育ディベートに対する批判については口述する。苫添市秀斗によれば、ディベート技術は宗教や洗脳、マインドコントロールに関連があり、カルト的な宗教集団のマインドコントロールを脱げ洗いする際にはディベートが有効であるとする。ディベートの弁論技術は、カトリックの教義の正当性を世界のあらゆる場所で立証するために発展してきた面があり、ディベートは、 脱洗いだけでなく、誘導の方法においては洗脳、マインドコントロールを行う際の有効な手段になると指摘する。ディベートとディスカッション、あるいはディベートと単なる議論とは厳密には意味内容が異なるものだが、これらを区別しないでディベートないし、討論と呼ぶケースも非常に多い。各種のメディアなどで一般にディベートないし、討論と呼ばれる議論の中には、 ディスカッションと呼ぶしかないものや、ディスカッションと呼べるかどうかすら怪しいものも参見され。例えば、テレビメディアでは、新 BS ディベート、NHK 衛星第一テレビジョンが、前者の意味で、ディベートファイトクラブ、BS 富士が、後者の意味で、それぞれ、ディベートという言葉を用いている。前日の通り、このような最高議のディベートについては、誤った誤報でありこれを認めるべきでないとする。 見解も強く主張されている。何らかの教育を目的として行われるディベートを、教育ディベートという、アカデミックディベートとも呼ばれる。教育ディベート関係者の間では、教育ディベートを単にディベートと呼ぶの通例である。教育ディベートの本質的な目的の一つに、アーギュメンテーション、アーギュメンテーション教育があることについては、教育ディベート関係者の間で広く合意が、 形成されている。アーギュメンテーションとは、議論過程、プロセスオブアーグイングないし議論学、スタディオブアー r ュメンテーションを意味し、その教育には、論理学と修辞学の要素を含む。このことから、教育ディベートは、アーギュメンテーション理論の壮大な実験上であるとも、言われる。アーギュメンテーション教育の副次的効果としては、一般に、以下のようなものが挙げられる。 もっとも、このような副次的効果を過度に強調することには、会議的な立場もある。以上のような目的のため、教育ディベートの議論形式には必要に応じて、以下のような制約が設けられる慣習がある。勝敗を決定すれば、おのずとディベートは競技の性格を帯びるため、教育ディベートの多くは競技ディベートとして行われる。また、役割を任意に設定して、 人格と議論とを分離させる場合は、現実社会に影響を与えることを目的としない、ものになるのが普通である。しかし、これらの制約は、あくまで特定の教育目的のために、慣習的に取られてきたものに過ぎず、理論的には、教育目的に応じて、制約を外したり追加したりすることも考え得る。実際、教育ディベートの現場では、 勝敗の決定を行わない試みもなされているし、一種の言論教育として人格と議論とを一致させるという試みもあり得るところである。前日の通り、教育ディベートの原型はすでに古代イギリシアで見られるが、現在、世界各地で実践されている教育ディベートの多くは、英国と米国の学校教育の中で、それぞれ独自に発達してきたものである。英国式のディベートと、 米国式のそれとの違いは、両国の議論文化の違い、ひいては国民性の違いを反映して、交対象を成している。一般的な傾向としては、習字的要素を重視する英国に対し、論理的要素を重視する米国、という図式化がなされることが多い。両国における教育ディベートは、いずれも多数の著名な政治家、放送、学者、ジャーナリストを輩出しており、 その意味では日本における弁論部と同じような役割を担ってきたと言える。英国では、ケンブリッジ大学で1820年代に結成されたケンブリッジユニオンをはじめ、オックスフォード大学のオックスフォードユニオン、その他、イングリッシュスピーキングユニオン度が各種のディベート大会を主催している。また、米国の大学では、ディベートの課外活動に単位を与えたり、 ディベート大会で優秀な実績を残した学生に学費全額免除を含めたディベート奨学を出したりする例も見られる。また近年は教育ディベートを広めるベンチャー企業や NGO も中国を中心に台頭している。本格的な教育ディベートは福沢諭吉によって初めて日本にもたらされたとするのが定説である。福沢はディベートの訳語に 討論という日本語を当て、日本に広く普及させると共に自ら実践した。1873年、明治6年に福沢が行った日本初の教育ディベートの論題は、士族の軽くなるもの、一体プロパーチーであるか、サラリーであるかだったとされている。討論は、この頃から学校教育で課外活動として位置づけられ始め、 旧制中学においても1877年頃から各州の討論会が行われ始める。こうした教育ディベート活動は、1897年以降には多数の理論書も出版されるなど流星を極めるが、大正時代に入ると戦火に巻き込まれ、徐々に衰退し、やがて消失してしまう。戦後に入ると、カムリジ・トシオラによって、再び教育ディベートの必要性が叫ばれるようになり、 再び各地で活発な討論会が開催されるようになる。1946年から1950年にかけて朝日新聞が主催した朝日討論会は、延べ参加校642校という大規模なものであった。その後、1950年には、全関東大学討論会、全関東学生有弁連盟主催、英語ディベート大会、 国際教育センター主催が開催される。その後の教育ディベートは、日本語では、弁論部、英語では、英語研究会、ESS が主導し、それぞれ各種のディベート大会を開くようになっていった。また、これらの団体は、初中等教育にも関与し、幅広い層で教育ディベートが実践されるようになった。もっとも、この時期の討論会は、教育、学習として行われると同時に、 言論活動として行われたものも多く、実質的意味のディベートにかなり接近したものであった。そして、このような活動も60年代以降の学園紛争などの影響で、再び停滞期に入ることとなる。1980年代以降、松本道広らによってサンドディベート教育が衝動され始めると、それと補助を合わせるかのように、 各種団体が活発にリベート大会を開くようになる。1983年に全日本英語討論、協会。1986年には日本リベート協会が発足。1990年代に入ると一部の大学で日本語リベートサークルが設立され始めるとともに学校教育の中でリベートを積極的に導入しようとする動きが起こる。1997年には 大学生を対象とした全日本学生リベート選手権大会、全日本リベート連盟主催、中学、高校生を対象とした全国中学、高校リベート選手権、全国教室リベート連盟主催、参加者を限定しない J だ、リベート大会、日本リベート協会主催が、それぞれ創設された。近年では、入社試験や入学試験において、 ディベートを実施するる。例も数多く出てきてきいるこのような1980年代以降の潮流が、それまでと大きく違う点は、学校教育の正規のカリキュラムにディベートが導入されたこと、社会人の社員教育プログラムとしてのディベートが広く普及した子であろう。学校教育の分野では、現行学習指導要領でディベートの導入を促す項目が追加され、 授業づくりネットワークや全国教室ディベート連盟、そして現場の各教員による様々な取り組みがやれている。さらに、社員教育の分野でも、ディベート研修、ロジカルシンキング研修などといった各種の社内研修、公開講座が広く開催されるようになっている。研修講師の多くは、80年代以降の教育ディベートによる訓練を経ており、生徒、学生の教育にも、 積極的に関与する動きが見られる。現在、学校教員と研修講師は、教育ディベートの権威役として欠かせない存在となっている。福沢諭吉以来、日本が伝統的に切除してきた教育ディベートは、米国式のそれであったが、近年では、パーラメンタリーディベートと呼ばれる、英国式の教育ディベートが、日本でも急速な普及を見せいる。1998年には、 日本パーラメンタリーディベート連盟が設立され、それまでの教育ディベートとは一線を画する一大勢力として成長しつつある。また、2015年には日本で唯一ディベート教育に特化した学会であるディベート教育国際研究会が誕生している。教育ディベートに対する批判には様々なものがあるが、そのほとんどが教育ディベートそれ、自体に対するものではなく、 特定の教育ディベートの形式に対するものである。多くの指導者がディベート技術にそもそも習熟しておらず、また指導要項となるテキストやガイドラインの研究が十分になさていない状況で、単に教育実習上の興味や関心からディベートを導入し失敗する例がある。また、論理学や基弁術などの基礎的な弁論術の教育がなされずに、単にディベートの機会を カリキュラムで用意する程度の教育意識に由来して、参加者、学生、児童の先見的な思いつきや、家庭学習などに丸投げするようなディベート学習に終了する例もあ米国式を採用し、取るに足らない論題、投稿に、新規のスポーツクラブを設立すべきかどうか等について、抽選で賛否の立場を振り分け、弁論上の技術教育なく、わずかな準備期間だけで、いきなり、 ディベートを行わせ、ディベート教育に習熟していない他の学習者に勝敗を投票、挙手させるということがある。このような場合ある学生、生徒の人生における何らかのきっかけ、動機づけになる可能性はあるが、集団学習としての本来の学習目的にかなう、結果が得られるかどうかはわからない。矢野義郎によると、実践、千万となディベートは特殊なルールに基づく。 弁論ゲームとなっており、現実にはどうでも良い命題や観点、議論を提示し合い、取りこぼすことなく、最後まで引っ張り、体操で突飛をしもない反論、死者の数が多ければ多いほど良い。もしそのような提案を実施すればこれだけ、ひどいことが生じ、死者が出るで弁し、皇帝側の述べた、アドバンテージ、AD と否定側の述べた、ディスアドバンテージ、DA の、 死者の数の比較で勝敗を決するゲーム性の強いものである。教育ディベートそれ事態に対する批判は教育が成功したとしてもそのディベート技術が道理に合わないことを正当化しようとする奇弁化や批判だけが得意なニヒリストを育ててしう危険性があるという点に集約される。このような批判は古くは古代ギリシアのソフィストに対する批判から 現代のオウム真理教の上友文広らに対する批判に至るまで教育ディベートに対する疑念として根強く存在してきた。このような批判に対しては一般にそのようなことの内容を注意深く指導がなされているという理由から教育ディベートに対することする立場がある一方、教育ディベートが持つ危険性を認識する立場もある。もっともこのような危険性は ディベートに限ったことではない。ニヒリズムについてのハンナアレントの言葉から飛躍し、危険な議論は存在せず、議論そのものが危険なのであるとも言える。このことは、歴史教育の手法としての教育ディベートに対する批判にも当てはまる。説得力を競い合う、競技の形態で行われる教育ディベートを指す。ディベート一般において、 必要となる公的な主題と意見対立は、競技ディベートではあらかじめ主催者によって設定される。競技ディベートにおいて設定される主題は、論題、トピックなどと呼ばれる。性質に応じて、以下のように分類され、一般に、価値論題と事実論題についての競技ディベートは、難易度が高いとされていい。また、競技ディベートでは、論題に対する立場を肯定、否定の二つに分けることで、 対立構造を設定するのが通例である。それぞれ肯定側、アハマティブ、否定側、ネガティブないし政府側、ゴーエルンメント、野党側、オポジションなどと呼ばれる。前述の通り、この役割分担は様々な教育目的から参加者の意思とは無関係に行われることが慣習化している。この他、競技ディベートでは、競技を進行させる形式。 フォーマットや試合内容を検討し勝敗を決定するための審査基準、ジャジングクライテリアなどが必要となる。進行形式や審査基準、そしてそれらの規定となるディベート間、ディベートパラダイムは、それ自体が激しいディベートの対象となっている。これらは競技ディベートの教育効果に決定的な影響を与えるため、様々な考え方や、それに基づくスタイルが現れている。 分類は多岐にわたるが、大きく議題が発表されてから数ヶ月にわたって、調査を可能とする、調査型、プリペアードディベート、アカデミックディベートと、議題発表後15から30分で試合を開始する、即興型、アーレメンテリーディベートの2種類が存在する。英国会議会でのディベートを半径としていることから、一般にパーラメンタリーディベート、パーレメンテリーディベートと総称される。 このスタイルでは、議論の内容だけでなく、伝達方法や、議論方法などを含んで審査が行われるのが特徴である。1820年代から英国で見られる伝統的なスタイル。世界的に広く普及しており、世界大会、ワールド・ウナバーシティス・ディペーティング・チャンピオンシップも存在する。論題は、試合ごとに異なるものが設定され、試合直前に発表されるため、 選手は即興に近い形で議論することとなる。政府側、ガバメント、プロポジション、野党側、オポジションともに、立論、ハンバーグが、各2回。質疑応答は、相手の立論中に行う。人数は2人にチームの4人制。準備時間は、論題発表から試合開始までの15分程度のみ。1980年代から、 急速な広がりを見せた上記のブリティッシュスタイルが米国に定着したもの。日本にもこのスタイルが導入されている。試合ごとに異なる論題が開始直前に発表される点は変わらないが、このスタイルでは証拠資料の引用が明示的に禁止されている。このため、選手はより即興に近い形で議論することとなる。政府側、ガバメント、プロポジション、野党側、オポジションともに、 立論2回、反爆1回。質疑応答は、相手の立論中に行う。人数は2人制。準備時間は、論題発表から試合開始までの20分程度のみ。オーストラリアや、東南アジアを中心に取られているスタイル。議論の内容については、証拠資料を含めて審査される。このため、論題発表から試合開始までの準備時間が長期化、されており、 短い場合でも30分、長いものでは数週間が与えられる。もっとも試合進行中の準備時間は与えられていない。また、点数制で審査がなされる。肯定側、アファマティブ、プロポジション、否定側、ネガティブ、オポジションともに、立論3回、反駁1回。質疑応答は相手の立論中に行う。人数は3人制、ないし4人制。 米国のディベートスタイルの大きな特色は、ディベートを制作決定プロセスのモデルとして考えて、きた伝統にある。その伝統のもと、米国の大学、高校間では、独自に以下の2つのスタイルを確立し、大会運営を行っている。試合後に審判からのオーラルクリティックまで終わらせるのが特徴。1947年より開催されている。 全米ディベート大会を頂点とする AFA、セダという三つのディベート団体において取られている共通スタイル。各団体はシーズン後半に全米規模のトーナメントを開催する。年間を通して一つの政策論題が与えられるため、事前に膨大な証拠資料を収集し緻密な論理構築をして大会に臨む。肯定側、否定側ともに、立論、質疑応答。 反爆が各2回。なお、試合進行中の準備時間が与えられており、任意に分割して使用できる。人数は各チーム2人制。各時間は、立論9分、反爆6分、質疑応答3分、準備時間が各チーム10分ずつ。英国式の競技ディベート、また下の2つのスタイルとは異なり、議論の内容のみに基づいて審査が行われるかつて、 日本の競技ディベート全般に絶大な影響を与えていた。審判はほとんどの場合過去にポリシーディベートの経験がある人が、コーチ。高等学校でも週ごとに地方大会が開かれ、シーズン後半には全米大会も行われる。米国で誕生し確立したスタイル。奴隷制廃止が争われた1858年のリンカーン隊。 ダグラスの連邦上院議員候補討論会にちなんで名付けられた。皇帝側は立論、質疑応答が各1回、反爆2回。否定側は立論、質疑応答、反爆ともに各1回だが、反爆の時間が皇帝側より長く設定されている。人数は一人制。映画ザグレートディベイターズで描かれたのは1930年代における このスタイルでの競技ディベートである。大学では、大抵、IE トーナメントの一部門として生に親しまれている。審判は、過去に、ディベートの経験がある人かコーチが多いが、必ずしもそうではない。日本で行われている英語での競技ディベートは、米国で取られているスタイルに大きく依存している。競技ディベートのスタイルには前述の通り変遷が見られるものの、 その時々の米国における支配的な考え方が、ほぼそのまま日本にも導入され大勢を占めてきたと言ってよい。現在でも、英国式のパーラメンタリーディベートにしろ、米国式のポリシーディベートにしろ、日本で行われているものと米国で行われているものとの間に大きな相違はない。その意味では、英語での競技ディベートのスタイルは、安定的、継続的なものであったと言えよう。 これに対して、日本語での競技リベートのスタイルは、非常に流動的かつ散発的で、これまで雑多なものが生まれている。1940年代の朝日討論会のスタイルが、朝日式。1950年代に、当時の米国オレゴン大学から導入されたスタイルが、オレゴン式などと呼ばれた。また、1980年代以降は全関東学生。 有弁連盟加盟の弁論部主催大会で独自のスタイルが成立。これに対抗して1990年代には、慶応義塾大学会地会主催大会や、産経新聞主催のザ・ディベートアカデミーなどで独自のスタイルが施行された。近年では、全国中学高校ディベート選手権においてメリットデメリット比較方式と呼ばれるスタイルが成立している。皇庭側、 規定側ともに、立論、質疑応答が各1回、反駁が2回、準備時間が立論、尋問後に1分、反駁後に2分、人数は4人制。NDT スタイルを基礎にしているが、様々な教育上の配慮から議論に強い制約がかけられ単純化されている。このスタイルは、学校教育の現場に決定的な影響を与えると、ともに、 日本語ディベートサークルにも影響を与えた。また、社会人の間でも、アクティブラーニングを取り入れた活動として、ディベートが注目されており、既存のディベートを援用して、即興型ディベートが注目を浴びている。競技ディベート、教育ディベートの利点を取り入れながら、競技として本格的に行うのではなく、アクティブラーニングや参加型講座としての側面が強い。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。